当は着物の着こなしや決まり事を取り締まる着物警察信州上田紬署。今日は一体どんなドラマが紡ぎ出されるのだろうか。ボス、おはようございます。いやー、だんだんと暖かくなってきて、着物を着るにはちょうどいい季節ですね。おお、そうだな。あ、そういえば今日地元のテレビ局が取材に来てるんだよ。え、どんな取材ですか？お仕事探偵が行くっていう番組で、上田のさまざまな仕事を密着して取材する内容らしいな。へえ、そうなんですか。それにしても着物警察に密着するとは、いい度胸ですね。テレビ局のスタッフは応接室にいるから、サムエ、ちょっと行って取材対応してきてくれ。わかりました。着物警察がいかに世の中に必要な仕事なのかをアピールしてきます。よし、着物警察の名にかけてグーのでも出ないほどに言いまかしてるぞ。あ、いらっしゃった。はじめまして、着物警察信州上田紬署のサムエと言います。はじめまして、ザキです。はじめまして、チカです。二人合わせてお仕事探偵です。うわー、なんだかローカル感たっぷりの雰囲気。早速ですが、着物警察というお仕事についていろいろ伺ってもよろしいでしょうか？あ、いいですよ、何でも聞いてください。この仕事にどんな時にやりがいを感じますか？やりがいですか、それはやっぱり最後にシェーってやる時ですかね。いいシェーができた時はお酒が美味しいです。最近仕事で楽しかったことは何ですか？楽しかったこと？そうですね、あ、そういえば先日着物警察平塚署に行って、伝説の刑事荒井ハリー刑事と一緒にしっかいしっかいってやったことかな。それじゃあ行きますよ、1、2、3、しっかい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 。あれ以来毎日しっかりやらずにはいられなくなってしまいました。プライベートなこともお聞きしたいんですが、休日は何をしていますか？僕、こう見えてインドア派なんで、休みの日はもっぱら着物警察ゲームしてますね。ボスを打ち負かして日頃の鬱憤晴らしてますよ。ところで、着物警察ってそもそもどんな仕事なんですか？いい質問ですね。着物警察の仕事は、間違った着物の決まり事や着こなしをしている人を取り締まることです。私はあまり着物については詳しくないんですが、そもそも着こなしや決まり事って誰が決めたんですか？それは昔からの慣習とかで決められてきたものですけど。でもそれって変化してきているんですよね。まあ昔と今では生活習慣も違いますから、時代に合わせて変化はしてきていますね。じゃあなぜ着物警察では取り締まるんですか？え？どういうことですか？決まり事や着こなしを取り締まるのは変化を阻止しているということですよ。それって言っていることとやっていることが矛盾してませんか？それは私は着物に興味があるんですが、決まり事が難しくて敷居が高いイメージがあるんです。確かにそんな着物初心者の私が、着物を着て思い切って街に出かけた時に着物警察に取り締まられたら、もう二度と着物なんか着てやるかって思うかもしれません。そうかもしれませんね。着物は日本の大切な文化なので、もっとたくさん着る人が増えてほしいです。お仕事探偵、おっしゃる通りです。僕もたくさんの方の着物姿が見たいです。じゃあサムエ刑事、その思いを込めて最後にお願いします。シェー。
はい、というわけで今回は信州上田のローカルテレビ局上田ケーブルビジョンの島崎さんと長坂さんにゲスト出演していただきました。ご出演ありがとうございました。ありがとうございました。上田ケーブルビジョンさんのお仕事探偵が行くという番組で一日密着取材していただいたので、僕の動画にもご出演いただいたんですが、まさか伝統工芸士に密着してドラマに出演するとは思わなかったと思います。はい出演してみていかがでしたか？はい、普段はカメラに撮られることっていうのがないのでいやとっても新鮮でした。あと実は私昔大学生の時に演劇部だったことがちょっとありまして、なので演技久しぶりにできて楽しかったです。あと監督のディレクションももう素敵でした。あの OK かかった時とっても嬉しかったです。はいはいはい、私はあのもうとにかく恥ずかしくてこんなに何ですか、感情をぶつけることがなかったので、ただ最後に、まあ、首をかしげながらいいよって言っていただいたので安心してます。ありがとうございます。はい、では最後にお二人いきますよ。はい、上田大好き。違います。違うこれちょっとこれでは最後にお二人いきますよ。上田大好き。